なんでこのストレスカラーが出るのか、なんで歯が紅葉するのかとか、アントシアニンっていう物質、さっき言った赤色の物質の合成が促進されます。こんにちは。今日は確か年始に小株強行検証みたいなタイトルで動画を投稿してるんですけど、その続きとなります。強行検証とか言ってるんですけど、まあ、具体的に何をしてるかというと、同じような株を強い光と弱い光の環境において育成の差を観察してるっていうだけなんですけど、まあ、そこの経過を見ていこうと思っております。で、強行とは言ってるんですけど、光量としてはだいたい3万から4万ルクスぐらいなんで、わりかし適正な光量なんかなって思います。で、弱い方の光量は3000ルクスぐらいで管理してます。で、今だいたい1ヶ月ぐらい管理しておりまして、こっちの左側の4株はこの検証を開始する前からずっと管理をしていて、しっかり根が張って成長がスタートしているような株でございます。で、こっちの2株が、これレッドキャットウィズルなんですけど、これが年始に縦割りをした株から収穫した株になります。で、もう収穫した時点でその動画を見ていただいたら分かるんですけど、微発根してたんで、そのまま植え付けて、その直後から今言った2つの環境にそれぞれ置いております。で、まあ、今1ヶ月管理して僕が思うのは、めちゃめちゃ普通の話なんですけど、やっぱり強い光、まあ、3万ルクスから4万ルクスぐらいで管理してる方が成長は早いなっていう風に感じます。ただ例外として発根直後の株に関してはやっぱり弱い光で管理してる方が動き出しは早かったです。発根直後に強光下に置いた株はもう2週間ぐらいは真っ赤っかの状態で一切動かなくなりました。ただ、まあ、2週間ぐらい経ってからこんな感じで少しずつ緑になり始めて、まあ、これ1ヶ月経った状態なんですけど、1ヶ月経ったらもうこんな感じで赤と緑が混じってるような状態になって普通に成長してます。で、まあ、先にしっかり根付いてた方の株をお見せします。こっちが3から4万ルクスで管理していた株です。で、こっちが3000ルクスで管理してた株です。正直ほぼほぼ差はないんですけど、やっぱりこっちの強い光で管理してる方がしっかり光合成できてるんで成長は早いのかなと思います。で、まあ、同様にこっちの株も、こっちが3万から4万ルクス、こっちが3000ルクスなんですけど、こんな感じで一応成長に差があります。で、次こちらが発根直後に管理し始めた株なんですけど、これがちょっと面白くて、今もう本当にほぼ同じぐらいのスピードで成長してます。1ヶ月経った結果はほぼ同じなんですけど、その過程が少し異なってまして、こっちの弱い光の下で管理してた株はもう本当に管理をし始めて数日で動き出しました。で、そこから緩やかに成長しております。で、こっちの発根直後に強硬化で管理してた株はだいたい2週間ぐらいはもう株が真っ赤っかになって一切動きませんでした。で、2週間ぐらい経ってから少しずつ葉っぱが緑になり始めて、そこから成長をスタートしました。こっちは成長のし始めは遅かったんですけど、そこからの成長のスピードはかなり早かったです。で、なんでこんな当たり前の検証をしてるの意味ないやろって思う方もいらっしゃると思うんですけど、僕的にはもう実際に自分の目で見て確認したいなっていう気持ちが強くて、こういう成長の過程って実際に自分でやってみないと、まあ、どういう違いがあるのかってわからないので今回検証しております。で、まあ、この検証がきっかけで、なんでこのストレスカラーが出るのか、なんで歯が紅葉するのかとか、まあ、光合成ってどういう原理で行われてるのかっていうのを調べるきっかけになったんで、まあ、この検証してよかったかなと思ってます。まあ、今のこっちの株とこっちの株の成長のスピードとか成長するタイミングっていうのは、そういう光合成のことを調べたり、なんでストレスカラーが出るのかっていうことを調べていくと結構納得できる部分があるんで、まあ、ぜひ皆さんも一度調べてみてください。で、まあ、僕が調べた範囲内でざっくり説明させていただくと、でこのストレスカラーって言われてる赤色が何なのかというと、これはアントシアニンという色素です。まあ、ブルーベリーとかに多く含まれていると思うんですけど、このアントシアニンという色素が合成されて赤くなってってます。まあ、このアントシアニンが合成されるきっかけって結構環境の要因が大きくて、強い光を受けたり温度が高くなったり低くなったり、あとは土壌が良くなくてちゃんと栄養を吸えてなかったり、酸素呼吸ができてなかったり、まあ、根張りが弱かったりっていう、まあ、いろんな環境要因のストレスがきっかけで赤くなります。
でどういう原理で赤くなるのかっていうのは、これは光合成と結構深く関わってきてまして、まあ、先に光合成の話をざっくりさせていただくと、で光合成っていうのは、これ僕独学なんで厳密に言うと違う部分もあると思うんですけど、こんなイメージでっていう話で、まあ、ご理解いただけたらなと思います。この葉の緑色の部分が葉緑素、クロロフィルって言われてるんですけど、この部分が太陽の光のエネルギーを吸収して、で植物がその吸収したエネルギーをもとに化学エネルギーを合成します。で植物の中には光合成をする装置、まあ、機能的なものが備わっておりまして、その光合成をする装置がその化学エネルギーを使って、まあ、二酸化炭素とかその他必要な要素をもとに、また別のエネルギーというか栄養分を生成してますっていうのがざっくり光合成の原理なんですけど、で次、じゃあなんでその光合成がこの葉が赤くなることと関係しているのかっていうところをお話しします。まあ、さっき言った光合成の装置ってキャパシティって決まってるんですよ。まあ、これはおそらくその環境の要因によってキャパシティが増えたり減ったりっていうのがあるんですけど、まあ、仮にそのキャパシティを100とした場合、要はその光合成の装置が受容できる化学エネルギーの量のマックス値を100とした場合、この植物自体が100を超える量の化学エネルギーを生成してしまうと、その余った分が活性酸素っていう、まあ、悪い物質を生み出してしまって、それが葉にダメージを与えていきます。で、まあ、葉にダメージを与えるというか葉緑素を破壊していきます。なんで少しずつ緑色が薄くなっていくっていうような印象と思います。でこの破壊が進むとアントシアニンっていう物質、さっき言った赤色の物質の合成が促進されます。なんで緑色が減ると同時に赤色がどんどん増えていくっていうようなイメージになります。まあ、厳密に言うと植物もただその葉緑素が破壊されていくだけじゃなくて、破壊されるって分かった時点で植物自体もその葉緑素を分解していくっていう動きもするみたいです。という感じで葉緑素が減ってアントシアニンという物質が増えることによって葉が赤くなります。でその赤くなる理由っていうのが、光の吸収量を下げるためです。さっきも言ったように光合成の装置が受容できる量を超えるエネルギーが生成されてるから、まあ、どんどん葉の破壊が進んでいってしまうので、光のエネルギーの吸収量を抑えるために赤くなっていきます。で赤くなることによって、光合化学エネルギーを合成する量を光合成できるキャパシティ以内に抑えるように動きますっていうのが植物が赤くなるという原理です。なので、まあ、ポイントとしては化学エネルギーの合成量と光合成をできるキャパシティ、このバランスっていうところやと思います。例えば、まあ、この株みたいに根張りが弱い状態で強い光に当てた場合、まあ、どういうことが起きてるのかっていう、これは僕の予想になるんですけど、根張りが弱いというか、まあ、そもそも根が張ってない状態っていうのはまずエネルギーを吸えてないっていうことで、光合成の装置の働きが鈍ってるんやと僕は考えてます。で光合成の装置の動きが鈍ると、まあ、もちろんキャパシティ受け入れることのできるエネルギー量も減るので、そのエネルギーが減ってる状態で光をガンガンに当てて化学エネルギーを合成させると、もう簡単にそのキャパシティを超えてしまうのですぐに赤くなってしまうっていうのが僕が考える今こいつに起きてるであろう現象です。まあ、時間が経つと少しずつ多分こいつも根が張っていって栄養を根から吸収していけるようになると思うんですよ。そうすると光合成の装置のキャパシティもどんどん増えていくので、徐々にその強光にも耐えれるようになっていって、まあ、少しずつ葉っぱが緑色になっていくんかなと思います。なんでこいつをあと 1,2 ヶ月ぐらい管理してもっと根を張らしたら、この光合成の装置が 100% の力を発揮できるようになって、もしかしたら今受けてる光量とのバランスが取れてこいつが完全に緑になる日が来る可能性もあるんかなと考えております。なんでそこも含めて今後観察を続けていこうかなと思っております。今回ちょっと長くなってしまってるかもしれないんですけど、これで動画を終わろうと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とかもしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。